はい、皆さんこんにちは、ガジログです。今回ですね、アップルイベントが日本時間9月の8日午前2時から行われました。今回発表されたものがまず iPhone14 Pro、 そして iPhone14 になっています。そして AirPods Pro も刷新されました。そして今回ね、ご紹介したいと思っています Apple Watch シリーズが3つのラインナップで刷新されています。まず最初に Apple Watch のウルトラというね、タフスマートウォッチが発表されています。そして Apple Watch シリーズ8ということで正統進化になっています。また最後に Apple Watch SE の方もしっかり出ています。では今回 Apple Watch をメインにお届けしたいと思いますけども、一体どんなスペックになっているのかご紹介したいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず最初にアップルウォッチウルトラがどんな感じになっているのか見ていきたいと思います。まずパッと見のね、この印象非常にタフだなっていうのがよくわかりますね。特にこのデジタルクラウンのところが今までにないデザインになっています。この周りのボディに関しましても非常にごっつい感じがしますね。はい、まず過酷な環境を挑む人へと出ています。過酷な環境に負けない腕時計をと出ています。そして冒険の時間ですと、最も屈強で万能なアップルウォッチ登場、頑強なチタニウムケースに高精度2周波の GPS、 同時にね2周波受けられますよということですね。そして最大36時間使えるバッテリー、自由をもたらす携帯電話通信機能を搭載、発売日は9月23日ということになっています。まずボディ見ていただきますと、めちゃめちゃ頑強な設計ボディになっています。見るからにタフ、事実本当にタフですよと出ていますね。まずボディがですね、チタニウム製になっています。ディスプレイに関しましてはフラットサファイアクリスタルを採用していますので、めちゃくちゃ硬いねガラスが使われています。そしてね、ボディサイズが出ていますが 49mm のチタニウムケースになっていますね。そして防水性能はなんと 100m の耐水に対応しています。そしてミルスペックに関しましては 810H に準拠ということで、これもすごいですね。そして IP6X 等級の防塵性能ですよと出ていますね。まあ、防水に関しましてはもう申し分ないんですけども、海水でもね当然ながら使えるということになります。そして防塵もこの6等級になっていますので、ね、最上級の防塵性能になっています。そしてダイビングにも対応しています。詳しく分かりませんけども、国際的に認められたダイビングアクセサリーの規格として EN133199 に準拠しているということです。そしてこちらもね、間もなく登場ということで、フル機能のダイブコンピューターが搭載されているということで、ダイバーうってつけのスマートウォッチウルトラということで歌っていますね。そしてリアルタイムのね推進系もついていて、アプリとして搭載されています。現在の時刻や水深、水温、潜水時間、最大水深をチェックできますよとあります。あなたが先行すると自動的に始まりますっていう風に出ていますね。そしてヘルスケア系の機能も当然ながらついています。今回から皮膚温のセンサーがついていますね。そしてこの皮膚温センサーを使って、特にですね、女性の健康にとっての情報を読み取ることによって、高度な周期記録を届ける革新的なセンサーになっているということです。そして眠っている間に記録された皮膚温の変化はアプリでチェックできますよとあります。当然ながら睡眠のモニタリングもついています。そして心電図 ECG にも前回のモデルから踏襲されていますね。そして心臓の健康に関する通知もついています。また体に取り込まれた酸素のレベルですね、 SPO2 の測定も対応しています。そしてですね、今回の Apple Watch から搭載された新しい機能なんですが、衝突事故検出機能がついています。新しいセンサーと機械学習アルゴリズムが重大な自動車衝突事故を検知し、自動的に緊急通報サービスに連絡しますよとありますね。そして前からついていますが、転倒検出、そして緊急の SOS ですね、サイドボタンを長押しすることによって登録してあるところに連絡しますという機能になっています。では最後にね、Apple Watch Ultra の価格の方を見てみたいと思います。全モデルですね、124,800円になっていますね。アメリカドルでは799ドルからというふうになっていましたけど、日本円で124,800円というふうに、円安の影響っていうのはもろに受けている価格になってますね。はい、ではこのままですね、新しくなった Apple Watch シリーズ8と、そして Apple Watch SE についてもご紹介したいと思います。価格はもう出ていますが、 Apple Watch シリーズ8は 59,800 円からになっています。 Apple Watch SE は 37,800 円からになっていますね。このモデルの大きな違いになりますが、まずサイズは8の方は 45mm または 41mm になっています。 SE は 44mm または 40mm というふうに前回からは変わっていません。そしてですね、
さっきのウルトラに対しましてついていない機能としましてはタフ系の機能ですね。ダイバーに必要な防水機能とか水温センサーとかね、ミルスペックの 810H に準拠している部分とかね、そういったものがついていませんし、あとここの部分もこのごっついこうカバーされているものは一切ついていません。今まで通りのデザインになっています。そして SE はね、第一世代から引き続き血中酸素ウェルネスアプリですね、 SPO2 の測定はできないようになっています。そして ECG も今回も省かれてますね。そして皮膚温センサーも SE にはついていません。それ以外は IP6X 認証の防塵性能に関してアプローチシリーズ8は対応していますが、 SE には対応していません。こういった感じで見てみますと、ほとんどの方はですね、まあ、SPO2 が必要であれば8になりますが、昨今の事情を考えてみると SPO2 の測定はついていた方がいいと思うんですけども、なくてもいいよってことであればアプローチ SE の価格は結構魅力的だなという感じはします。そして最後にね、大事なところになりますが、バッテリーがどれぐらい持つかになります。シリーズ8は最大18時間になっていますね。そして SE も18時間になっています。そしてウルトラはその倍ですね、36時間に対応しています。そして先ほどありましたけども、アップデートによってもっとね大容量になりますよというふうになっていました。画面サイズもね、こんな風に違うわけですね。8とそして SE に関すると結構違いがわかりますね。そしてなんといってもウルトラはやっぱりめちゃめちゃでかいですね。そして素材になりますね。8はアルミニウムとステンレススチールになっています。そして SE はアルミニウムのみになっていますね。そしてウルトラはチタニウムのみになっていますが、すごいですね。航空宇宙産業レベルのチタニウムということになっています。はい、というわけで今回日本時間の9月8日午前2時から発表されましたアップルのイベントで発表された新製品のアップルウォッチについてご紹介しました。いやー、ついにね噂されていましたアップルウォッチのこのタフタイプなっていますが、ウルトラが出てきました。めちゃめちゃごっついんですけども、最近このタフネス系がね流行っていますが、一体どれぐらいの方が購入されるのでしょうか。どうなんでしょうかね。登山とかアドベンチャーレースされる方がこのアップルウォッチのウルトラを選ぶんでしょうかね。まずは最初プロモーションして使ってもらったりするのかもしれませんが、ちょっとずつね浸透していくのかなっていう感じはします。実際問題相当テストされていると思うんですけども、いやどうなんでしょう。今までガーミンとかそのあたりが市場を取ってきましたけどね、アップルがその市場に食い込むことができるのか今後楽しみですね。このチャンネルではこうしたスマートウォッチの情報をお伝えしています。今後も新しいスマートウォッチやスマートバンドが出てきましたら発信していきたいと思いますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。